おはようございます。いちきです。はい、今日はですね、野尻湖に来ました。動画で来るのは初めてかな。はい、今回はね、スモールマウスをついに夏の、虫のトップで出る時期がちょっと短いので、まあ、そこを狙って来たんですけど、実は昨日も、釣りをしてまして、もう早々に釣りに出かけてオープニングを撮り忘れるという。なので今日、今は2日目なんですけど、まずは、はい、1日目の映像をどうぞ。ちょっと大バゼルでトップで出したい。良さそうですね。本当はスピニングでもっとちっちゃい虫なんだろうけど。おお、あ、この辺一帯浅いのね。すごい鏡みたい、水面が。釣れそう。いれば。ついたらわかるな、魚が。いません。すげえ。超綺麗。来ないな。定点虫パターンじゃないとダメなのか。これ泳いでなくない？見えないんだけど。ディープ行っちゃったかな。
めちゃくちゃ高度だった。いますやん。わあ。ちょっと距離近いか。あー来た、あー来た。何今の。すごいよ今目の前でさ、スーッてきてさ、この後ろのブレードだけ食ってた。食わんかと思ったらさ、食ってからちょっと笑ってた。いいね、トップタイムが始まりました。やりきろう、終わりまで。昨日ミスったフカベイト、まあ、まだ朝なんでね。昨日ビッグベイトロッド持ってきてなかったから、今日はちゃんと持ってきました。これでバラシが改善されれば。あー、もう来たよ。おー、早っ。しかもいいサイズじゃん。食わんかった。早いな。セミが鳴いてら。でも昨日距離感関係なかったしな。
あ、食ってるかも。やっと来た、やっと来た。やっと釣れた。お、お、でかっ。え、ちょっと。いいものカラーを変えてみました。でね、セッティングが今2番のリジットフィニッシュザップのフックを使って、ちょんがけですね、先端で。あんまりウィードを拾いたくないので、先っちょちょっと入れてオフセットっぽくしてます。でリーダーがね、どんぐらいなんだこれ、30センチぐらいかな、45センチぐらい取って、キャロシンカが 3.5、 映ってる 3.5g です。これを風上に投げる。ちょっと投げにくいけどね、頑張って投げる。さっきホールだったからマジで放置、急にグーンって入って持ってた。なんかみんなふわって上げて落としてるな。リフト&フォールだ。リフト&フォールして放置だったわ。なんかちっちゃい方が元気だな。すごいよ。ほら、すごいすごい。あーすごい。まだまだ難しいですね。なんか食いが浅いのか何なのか、ちょっとフック交換したり竿変えたり試したんですけど、結局まあタイミングもあって正解をつかむことができなかったんですが、まあ野尻湖の、野尻湖というかスモールのまあセオリーというか、ディープの釣りでライトキャロとか、今回ライトラインで結構当たりを取れたので、久しぶりにジリジリっていう魚の引きが楽しめたんで良かったんじゃないかなと思います。よく言えばもうちょっと数釣りたかったなというところなんですが、また遊びに行きたいと思います。はい、ということで最後にちょっと、イベントの告知をさせてください。はい、8月の18日、ベガロポリス仙台南店
南区、はい、にて、フリーマーケットにあの ICK を出店させていただくことになりました。ぜひぜひ仙台の皆さんよろしくお願いしますと、8月の25日同じくフリーマーケットなんですが、トヨタスタジアムにて ICK 出店させていただくことになりました。愛知県の皆さんお待ちしております。はい、そして9月の21日なんですが、あのマザーレイクアトラクションといって琵琶湖のブランチ大津京というところで、あのフィッシングメーカーがいろんなフィッシングメーカーとかアウトドアメーカーが集まってすごい大きいイベントを行うんですが、そちらにも出展させていただくことになりましたので、皆さんお待ちしております。ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。それじゃあのー。